1投目。はい、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日は9月21日2時30分、場所は、徳島県、吉野川、いや正面に見えるが矢口橋の上側の線に来ました。先週と同じ場所です。今日午前中というか昼過ぎぐらいまでは、立花の下の背で最初全然釣れなくて、もう今日はボズやと思ってたら、なんとか27センチと24、5センチのが2匹と、あとちっちゃいのが1匹さ、が4匹釣れたんで、その27センチと25センチを持って、下流もずっと見てきたんですが、どこもいっぱいで、入れそうなところがなかったので、もう矢口の橋のところに来たら開いててラッキーということで、多分午前中誰か、なんかやったみたいなんですが、足跡があったんで、来ました。まあここは今日なんか立花のところも昼ちょい前ぐらいからよくかかったんで、午前中はちょっと曇ってたし風も強かって、さあどうでしょう。仕掛けは午前中と一緒です。画面に書いてある通りでございます。今つけてるのは27センチのおとり、よく入ります。やはりさすが27センチ。ちょっと背中の傷が大きいんですけど、3号の重りつけてます。針は、ガマカツオアユ無双、10号ハリス3号クロロ3号の2本チラシです。先週ちょっと水が多いかちょっとなんか水が多いような気がするな。こんな本だったんかな。なんか多いような気がします。岸のところもちょっと白い石が全部水かぶってるんで、ちょっと先週よりか多いかな。まあいいでしょう。2時半なんで5時まで、2時間半、まあおよそ2時間勝負。さあどうなるでしょう。短期決戦です。風で竿が持ってかれる。完全に下竿なんで、今かかったら怖い。ちょっとまだ緩いところに入れてます。ちょっと慣れるまで、ちょっと緩いところで泳いで、
感じで流されます。よいしょ、よいしょ。やっぱり先週より全然水の量が、無理ちょっと無理っぽかったです。でかそうなぞ、おい。でも感じとしては このブルブル感は濁りではないけどな。はいです、見えました、目の前来ました。一発目できた、よっしゃ。よし、どこや、はい、よっしゃ、やばいやばい、竿、竿入ってない、竿が、あ、やばい、竿ガチガチってなった、来やした。一発目じゃ、そこで来たかも、何もわからんまま流された愛を岸の方へ寄せようとしたら来ました。こいつです。よっしゃ、同じ27、大丈夫かね、ガリガリやっちゃいました。そう、てら、あら、ああいうシンドル、誰かもう捨てたんかな。ああ、これでかい、生きとるじゃん、生きとるじゃん、もったいない。ああいう、ああいう、いただきます。これくらいだったら全然食べれると思います。27やな、なんやろ、どうしたんかよ、尺が釣れへんかったらもうさよならなんかな。はい、27ですね。はい、下の 26.5 かな、26ですね、26でした。
これは重りが石に当たっちゃうな。すごいかな。来た。とうとう来た。今のあたりはでかかったで。
そんな大きない、ちっちゃいやん、うそ、こんなサイズ。尻がかりか。でもまあ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 小さくないか。すごいとこにかかった、尻尾にかかっとる。おるんやな、やっぱり。一段ずつ入れていかないかんのやな。分かったわ、やり方が。はい、先ほどの細い。デブちゃんではありません。もう。アスリートです、完全に。アスリート体型。うお、まあまああるんちゃうの。お、28区。じゃ、よし。細いな、ほんまにこれ。27.5か8、27か、下で言ったら28あるかもしれん。27.8ぐらいですね。もうこれで終わるんで、この後上がって、最終測定、竿と一緒に撮影したいと思います。はい、本日2箇所目の釣果は、2匹かけて1匹は根がかりでした。で、1匹これは拾ったやつです。前の人がもう捨てたやつですね。あとで最後釣れたやつはこれかな、これですね、これです。さあ、後で測っときます。28.9センチでした。細いな。はい、本日もご視聴ありがとうございました。また来週。明日は雨でもう多分無理です。